肋骨は今の状態から広げることができます。そうすることによって普通の腕よりも遠くの水を捉えることができます。そういうことも意識しながら体操を行っていきたいと思います。肋骨を開かずに回すとこのくらいの円を描くことができます。ですが肋骨を使うことによって円が大きくなるのが分かると思います。力が入っていないとき骨盤が開いてしまってこのような開いた状態のキックを行ってしまうんですね。この状態だとスピードがなかなか出にくいです。そして力も外に分散してしまいます。トップスイマーは実は肩甲骨は常に8割方ふっついた状態で最初に水管を良くするためにスカーリングという練習を行います。スカーリングというのはここを肘と、肘、肩、肘っていうのが大切と言いましたが、それを意識してそれ以外の肘から先の位置で水を掴んで逃がすという練習を行います。そうすることによってパワーと瞬発力どちらも身につけることができます。ターンはすごく大事なことが2点あります。まず一つ早く回ること、もう一つは先に壁にタッチした人が勝ちです。そのためより多くの水を後ろに押し合って体が先に進んだ人が勝てます。まず先ほどお話ししたように中指は後ろ足が上がっていいです。手を目線より少し目線と一緒ぐらいですかね、少し高めに持ちます。私が26年間培ってきたものを全て収録していますので皆さん頑張ってください。応援しています。ご覧いただきありがとうございます。この動画の詳しい内容はこのムービーの下のもっと見るの欄の中にある URL をクリックしてください。スマートフォンの方は縦に表示して三角ボタンをタップして動画の説明を表示させURLをタップしてください。